はい、皆さんこんにちは。この前ちょっと面白い都市伝説聞きまして、人気アニメとかが急にスタイルを変えて世に出ることってありません？例えばなんか急に作画が変わったりとか 3D になったりとかフル CG になったりとか、ある有名な国民的人気コミックがありまして、まあ、誰でも知っているような昔からねアニメ化してる原作なんですけど、そのような大きな案件には広告代理店がつくことがほとんどなんですね。その国民的人気コミックのアニメ化にもっていうね広告代理店がついていたんですけど、その原作コミックと広告代理店の契約にはとある落とし穴があったんです。ある時その広告代理店で働いていた担当プロデューサーが不祥事によりクビになってしまい、彼はなんと腹いせに別の大手広告代理店にあの人気コミックの契約の落とし穴を伝えてしまったんです。そこでその別の大手広告代理店と一緒に映画を出すんですけど、それが大ヒット。興行成績は公開から5週連続で1位。その前のね広告代理店からしたらたまったもんじゃないよね。その作品っていうのが3D アニメだったんです。意外にこういった人間関係のごちゃごちゃからスタイルを変えて世に出すことがあるらしいんですね。最近でもね実はある作品であったんです。それが世界でもヒットしていますよね。なのでスタイルを変えたらね何か裏であったのかなって思ったらちょっと面白いかもしれないです。大昔に動画にした臨死体験を3度したことのある木内釣彦さんってみんな覚えてますかね。彼はなんと3度死にかけてその度に生還することができたんですけど、なんとその亡くなってる間に意識の状態で宇宙の誕生から未来まで見てきたんです。そんな木内さんとねサロンの企画でなんと対談することができたので、今日は彼から聞いたぶっ飛んだ都市伝説をね紹介していきたいと思います。これがめちゃくちゃ面白いんです。まず最初にお話しするぶっ飛んだお話は日本史です。まあぶっちゃけ今日の話全部日本の歴史なんですけど、定説では織田信長は本能寺の変で明智光秀に裏切られ亡くなったことになっていますよね。そこで彼のデスマスクも公開されているんですけど、このデスマスクがあまりにも綺麗だったことから様々な疑問が生じたんです。本能寺の変で燃え盛る中ね、彼の遺体も見つかっていないのにここまで綺麗に彼のね顔の型を取ることが本当にできたのか。デスマスクっていうのは死後ね亡くなった人の顔の型を取ることですよね。一応このねデスマスクのシナリオとしては、本能寺の変で自害した織田信長の首を側近だったアフリカモザンピーク出身の黒人の家来ヤスケが持ち帰り去ったという説。ただまあこれは先ほど言ったようにいろんな議論がされてて、まあ、そもそもそんなね綺麗な顔をね残すことはできなかっただろうと言われているので、ただこれらの説を全部ぶっ飛ばす説がその木内さんのお話なんです。彼はなんと実際に織田信長の体に入ってきたそうなんです。それがこちら。木内さんは本能寺の変の数日後、海辺に立つある男性の目線に入りました。その男性が織田信長だと分かったそうです。なぜかというと周りの人から殿と呼ばれていたからだそうです。どうやらここは福井県の小浜だと気づいたんですね。まあ、その理由としては彼は現実世界で実際に行ったことがあるらしく、あの特徴的なリアス式海岸、あのこちらの絵なんですけど、まあ、この様子を覚えていたそうです。そして奥からやってくる男性に向かって織田信長が、光秀お前何していたと声をかけたそうなんです。そうなんと木内さんが見てきた光景は、本能寺の変は織田信長と明智光秀が企てた計画だったんです。何のために？どうやら織田信長は日本で天下統一に飽き飽きしていて世界を視野に入れていたと。そこで彼が目指したのはバチカンであり、ローマ法王の座を狙って世界征服を試みていたというんです。まあわかるよ、ぶっ飛んでるよ、言いたいことはわかります、かなりぶっ飛んでいます。ただ信長はキリスト教の布教を許可したり、イエズス会とはね良好な関係を持っていたんですね。先ほど登場した信長の家臣として活躍したヤスケという人物はね、宣教師によって連れてこられたアフリカ出身の黒人奴隷だったんです。信長が彼を見た時すごい気に入ったらしく、まあ、当時ねその外国人と交流することはおそらくかなり珍しかったんですね。で有名なエピソードがあって、肌に本当に何も塗っていないのか何回も体を洗わせたというのがありますよね。まあ、ヤスケのね体格もごつくてやばかったらしいので、信長は護衛として家臣にしていたんです。そういった意味では当時の人の中では織田信長はすごいグローバル的な思考だったんでしょうね。まあ木内さんはこれを彼の目線を借りて実際に見てきたそうなんです。信長はオバマからローマにかけてまずね朝鮮半島、フィリピン、そしてインドにはね1年ほど過ごし、その後シルクロードを通って1年ほどかけてローマに到着したといいます。ローマに着いてからね木内さん織田信長の体から離れてしまったので、その後彼がどうなったのかはね覚えてないそうなんですけど、も
もしかしてこの人織田信長なんじゃないのっていう人物が実はいるんです。それがジョルダーノ・ブルーノ。彼はイタリアの哲学者であり聖職者でした。最終的に彼はカトリック教会の教義に反し火炙りの刑にあってしまうんですけど、興味深いことに織田信長とジョルダーノ・ブルーノ顔が似てるんですよね。このようにこの織田信長のね、彫りの深い感じあるじゃないですか。で、彼の銅像とかもめちゃくちゃかっこいいんですよ。なんか織田信長のヨーロッパバージョンって感じですよね。名前もジョルダーノ・ブルーノ、文字配列を変えると織田信になる。まあ確かに似てるけど、まあこの都市伝説似てるってだけで、あと生きてた年代が同じってだけな気もしますよね。というのも普通にジョルダーノ・ブルーノの歴史を見る限り、まあきちんとね背景がある人物なので、表に出てる情報だけだったら、まあこれがね同一人物っていうのはまあ厳しいかもしれない。まあね、もちろんね、織田信長がその本能寺の変を生き延びてその海外に渡航したっていう説はあるかもしれないし、まあ、だとしたら別の人間かもしれないし、わからないよ。なんか歴史に詳しいとこの辺なんか詳しく知ってないですかね。今のも十分ぶっ飛んでいたんですけど、これからお話しする説は本当文字通りぶっ飛びます。みんな日本にね最初にできた島ってどっか知ってますか？古事記の日本神話にこんなお話があります。国海。遠い昔、まだ日本という国がなかった時、高間ヶ原という神様たちが住んでいるところがあるんですけど、そこにいた神々が下界に新しい国を作ることを話し合いました。そこでイザナギの御事とイザナミの御事の二柱が国づくりを神々に命じられて、了解ですって感じで天の浮橋という大きな橋から下界を見渡してみると、そこには国が水の上に浮いているだけの状態だったようです。そこで二柱は神々から矛を授かって、それを使って海水の中を力いっぱいねかき回して、しばらくしてその矛を引き上げると、なんとその矛の先についた滴り落ちる潮が積もりに重なってね、おのころ島が誕生したというんです。そして二柱はその島に降り立って、雨の御柱という大きな柱を立てて、橋の周りをイザナギの御事は左から、イザナミの御事は右から回りで巡り合うことができて、そこから淡路島、四国、沖島、九州とどんどん島を作っていたんですけど、最初にできたおのころ島、このおのころ島がどこなのかいろんな説が飛び交っているんですけど、淡路島の北端にある小さな島江島がそれだという説や、淡路島そのものがおのころ島だという説など、まあね、淡路島が最初にできた島というのには変わりがないですよね。まあそういった意味では淡路島ちょっと意味深じゃないですか。日本に最初にできた島ですからね。ただこれ文字通りね、本当にね急に出来上がった島なのかもしれないです。ただこの話を一旦置いといて、その近くの地形で似たようにね一夜にして急にできた場所があるんです。もう勘のいい人ならわかると思いますけど、琵琶湖。琵琶湖もなんと一夜にしてできたという伝説がありますよね。富士山と琵琶湖は一夜の故事にちなみ、有名なものだと神話に登場する巨人ダイダラボッチが穴を掘り、掘った時の土が積み重なって富士山が誕生したというもの。ただ単純計算すると、琵琶湖の容積は約 27.5 立方キロメートルなのに対して、富士山は体積がね377立方キロメートル、圧倒的に富士山の方が大きいということになるので、その説はちょっと考えにくいですよね。ただもう一つ伝説がありまして、それがダイダラボッチが比叡山につまずいて、怒ったダイダラボッチが地面を蹴っ飛ばしたら、琵琶湖にあった陸地に穴ができて淡路島に飛んでいったっていう伝説なんです。いや、さすがにその説ちょっと飛躍しすぎだろうと思うかもしれないですけど、もしこのダイダラボッチが隕石だとしたら、なんととある一説では大昔ポルトガル沖の大西洋に巨大な隕石が落下し、その影響で波動がなんと地球内部のマントルを通って地球の反対側に位置する琵琶湖付近にエネルギーが集中して地殻を押し上げて、琵琶湖の形をした塊が吹っ飛び淡路島が形成したという説があるんです。すごい話だよねこれマジで。その隕石により当時地中海周辺にあったとされたアトランティス文明が崩壊した。興味深いことにポルトガル沖付近で隕石が衝突した後のそのクレーターのようなものがね確認することが一応こうやってできるんですね。まあこの Google Earth で確認できるものがそのものなのかちょっとわからないんですけど、どうやらできるそうで、しかも琵琶湖とこの淡路島大きさ結構近いんです。淡路島の大きさは 592.2 キロ平方メートルに対して琵琶湖は670平方キロメートルなんです。ちょっとの差はありますけど、淡路島はね海面に埋まってる箇所も結構あるじゃないですか。なので海面に埋まってる箇所も調べたらもうちょっと近い数字が出てくるかもしれない。しかもどうやって調べたのかわからないんですけど、琵琶湖の海底の岩と淡路島の山頂の岩を比較してみると、両者ともに同じような種類の石だったそうなんです。そもそもみんな疑問に思ってることが、このね隕石がこうやって来て衝突してその地球の反対側までねエネルギーが貫通することは
ありえるのかっていうところですよね。調べてみると興味深い記事を発見して、白亜紀末に恐竜などを絶滅に追いやった巨大な隕石はね、メキシコのユカタン半島に落下したんですけど、なんと2015年に驚きの論文が発表されたらしく、インドのデカン高原に富士山2000個分の溶岩をね流出した超巨大火山地帯があるんですけど、なんとそこが活発化したのは巨大隕石の衝突だという結果が出たそうなんです。どういうことかというと、隕石衝突により巨大地震の1000倍も及ぶ膨大なエネルギーが隕石落下地点の反対側周辺に集中し、デカン高原の地下に長年蓄えられてきた膨大な量のマグマが一気にね上昇し、巨大火山活動を誘発させたと。あれ意外とあり得る説なんですかね。まあなんか天体同士の衝突とか考えるとね、まあ、ねボーンブーンみたいな感じでね想像はできなくはないんですけど、まあしかもねこの地球って球体とはいえど内部構造が複雑じゃないですか。なので隕石の衝突によりその衝撃波はマントルをゆっくりゆっくり押し出し、そこで比叡山や三上山ができたとも推測されているようで、まあもちろんね定説では琵琶湖は400万年前に断層運動によって地盤が没落し、長い時間をかけて今の形になったという成り立ちが一応定説ではあるんですけど、まあロマンなのは間違いない。まあこれも地層とかを調べたらはっきり答えは出てくると思うんですけどね、まあ形が本当にすごい似てて、まあなので、まあ、こういう感じなのかね、こういう感じで吹っ飛んだんでしょうね。こういう感じ全く形が似てるから、まあ、これも形が似てるからできた都市伝説ですね。個人的にはこの説すごい好き。なんかわかんない、ぶっ飛んでるけどすごい好きですね。みんなの意見もぜひ聞かせて。面白いですよね。結構深掘っていくとこうやってね繋がっていくことがあるんですけど、こういった知識やネタ結構ね本から探ることが多くて、皆さん楽天コボって知ってます？楽天グループが運営する400万冊以上のコミックや小説、ビジネス書、ラノベなど幅広く扱っている電子書籍ストアなんですけど、楽天ポイントで購入できて、購入するとポイントも貯まるシステムになっているんです。すでに楽天コボをお使いの方へは最大 20% オフのまとめがいいクーポンなどもあるようです。木内さんの書籍もこちらで読むことができるので、気になる方はスマホやタブレットから読むことができるのでチェックしてみてください。まだ楽天コボを使ったことがない方向けには5月31日までエントリーで初購入金額の 70% 分が楽天ポイントで歓迎される特大キャンペーンをね実施中なので、気になる方概要欄確認してみてください。今日最後に紹介する説は最高にぶっ飛んだものになります。以前ね軽く話した月の存在、なんと木内さんはね月がどのようにしてできたのか気になってそこに意識をフォーカスしてみたんですね。するとなんとそこには月がなかったんです。そこには今僕たちが想像する水のある青い地球というイメージではなく、なんと今よりもずっと乾燥していて、陸地は広大、今地球は6大陸ありますけど、当時は一つの大陸のような光景で、海の割合はわずか3分の1ほど、今の地球環境とほぼ真逆ですよね。海が7割ほどなので、そのため今現在のこの地球とはね質量も異なるため、当時を生きていた生き物は皆巨大だったそうです。それは恐竜のような巨大生物ももちろんいたし、当時の人間もいました。彼らの身長は男性で3から4メートル、女性で2メートル50センチほどの巨人なので、ここでわかることは、今僕たちは恐竜の化石を見た時に巨大だという認識がありますけど、当時の人たちからしたら僕たちが牛や象と接するぐらいの体格差で、そこまで巨大だという認識はなかったそうなんですね。まあ、なるほどなって思うよね。確かにさ、俺らもキリンとか象は確かに巨大だけど、当時の人からしたらその自分たちもね巨大だったから、その恐竜とかテナノサウルスとか見てもまあ同じぐらいなんでしょうね。それだったら恐竜だけじゃなくてその巨人たちの骨もね見つかってもいいような気はするけど、まあそれはね未だにまだ見つかってないということで、あるいは見つかってるけど、まあその保存されてるということで、どっかで。その今とは違う環境で高度な文明で生きていた彼らは、あることがきっかけで急激に変化して退化していってしまうんです。それが月の誕生。ある時巨大彗星が太陽に近づいてきたんです。彗星の内部は氷やね水分が結晶となって固まっているため、それが太陽の熱によって一気に蒸発していきました。そして地球が太陽の軌道に近づいた時、周辺にあった大量の水蒸気は地球の引力に引っ張られて膨大な量の雨となり、地球の地上に降り注いだそうです。3日間降り注いだ雨はなんと当時の海面が2000メートルも上がるほど、その雨は大陸のほとんど覆いかぶさり、
地球の 70% が海となり、大陸が出来上がり、当時生息していた生き物の多くは滅び、生き残ったわずかな人々は今でいう北アフリカの高台に逃れていたそうなんです。その時地球を離れ金星へ目指したグループもいました。これ興味深いことにさ、この前セカンドチャンネルにアトランティスの動画アップしたんですけど、あれとちょっとリンクしてることがやっぱありまして、その洪水っていうか大量の水によって地滑りとか起きて、その大陸が変わっていったっていう点ですごいこれと同じようなことが起きてますよね。一方はね、一つのグループは金星に行ったんですけど、もう一方はね、問題はここなんですよ。地球に留まったグループもいたんです。そこに誕生したのが太陽に近づきすぎて蒸発してしまった巨大彗星の慣れの果て、月でした。月の海と呼ばれる色の濃いこの部分あるじゃないですか。まあこれはね、玄武岩という岩で覆われた平原なんですけど、おそらくこの部分にね氷が張っていたと推測されていて、地球が近づいた時に地球の引力に引っ張られて地球の周りを回る衛星になったんです。ただ月が現れたことによって大きなストレスがその地球にかかるようになったんですね。一つが潮の導き。穏やかだった海は月の影響でかき回されるようになり、サーファーが喜びました。そしてもう一つが地球の自転。それまで地球は1日が25時間の単位で自転をしていたのが、月の引力で地軸がずれたため自転の時間が1日24時間になってしまいました。みんなさ、人間の体内って25時間だったの知ってます？それはガセネタだとかいろいろ言われているんですけど、厚生労働省が25時間と言っているので、まあとりあえずそのシナリオでいきますね。なんと月が存在しない場合を想定して地球の自転時間を計算してみると25時間になるそうです。それに加え地球の海水を取り除いて地球の質量を計算してみると25時間にこちらもなるそうなんです。どうやって計算したのかバカな俺には全く分かんないんだけど、しかもその海面が 2000m 上がったって言ったじゃないですか。じゃあその 2000m をマイナスしたその量を月の海と呼ばれるその部分に割り当ててみるとちょうどね一致するそうなんですね。これ分かんない、これ俺にはどうやって計算したのか分からないけど、まあとりあえず月が誕生したことによって環境が大きく変わって肉体的ストレスがすごくなったんですね。広大な海の出現によって地球の質量が重くなり重力が大きくなる。3メートルあった人間の体は新しい重力で維持することができず、少しずつ小型化していきました。巨大な恐竜や植物の巨大なシダ類が滅びたのも同じようなことが原因かもしれない。なので人間の体がそこからどんどん小さくなっていたというんですね。みんな人間が一番小さかった時期いつか知ってます？明治の初め頃から江戸時代末期にかけて、約男性平均身長が155センチ、女性が146センチぐらい。おそらくねストレスが一番かかっていた時期で、そこから再び身長が伸び始めたらしいんですね。で今ではね男性170ぐらいで女性が158センチぐらいじゃないですか。もうたったね150年でね、その人間のね平均身長が15センチぐらい違うんですよ。なのでこれ何、1万5000年前とか1万1000年ぐらい前の話じゃないですか。環境も全く違う、2-3メートルの違い、いや全然ありえちゃうんじゃないのって思っちゃうよね。もう一つ、月の誕生を裏付ける説が、白道直下の砂漠化現象。太陽の通り道である黄道に対して月の通り道になる白道直下の地球の表面上には大量の雨が降り注いだため、岩が砕け石も細かくなり山は削り取られ木々も押し流されたため砂漠化している地域が多いというんです。確かに一般的に赤道直下が白道直下になるんですけど、そこにはアフリカ大陸、中央アメリカ、南アメリカ大陸があるので、言われてみれば砂漠っぽい地域たちですよね。まあシンプルに赤道直下だからそういった環境になったんじゃないのって漠然と思っていたけどこのシナリオでいくと、その大洪水を生きた人々が乗っていたのが約50艘で1つ400人が乗っていたノアの箱舟ですよね。環境が変わって北アフリカにたどり着いた人々が世界中に散らばったってことなんです。その人たちは何者なのか、そこからどのようにして今のこの文明が出来上がったのか、僕たちこの日本人はねどんな人種なのか、結構みんな気になるやつが、日本人、この日本の起源が気になって聞きたいんですけど。日本人っていうか、はい、昔月が地球の周り回ってなかった頃、はい、海が、はい、今の太平洋の、はい、まあ、中心部で、どうもそこら辺で人類が誕生してるんです。あ、そこで誕生してるんですか。はいはい、海で。海で。海のへりっていうんですかね。こんな波打ち際で。人類が。うん、生物がね。生物が。で人類っていうのはよそから来ているじゃないかというふうに思ってるから、それと何かで絡み合わせたっていうかね、で人類になってくる、なっていく、
それが2種類なんですよね。2種類、はい、俺らみたいな体の作りと、俺らっていうのは日本人ですか？日本人みたいな体の作りと、はい、ユダヤ系のユダヤ人、うん、それよく言うじゃないですか、日中同窓論とか、うん、日本とユダヤは近いものを感じるっていうのは。近いでしょ。後の人間は、ここからはちょっと過激なので、ちょっと YouTube ではね言えないお話なので、気になる方は3時間の対談インタビューがあるので、オンラインサロンでチェックしてみてください。いや本当に冗談なしでかなり過激なんです。あまり大声ではね言えない説なので、まあ今日のお話、皆さんの意見もねぜひ聞かせてください。そしてね、その楽天工房の方も皆さんチェックしてみてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。